はい、皆さんこんにちは、西岡義人です。今回はですね、今僕はスペインはバルセロナに来てるんですけども、今週からバルセロナオープン ATP500 が、開催されていて、僕は今第16シードということで、1回戦が免除で今回出場しております。実は1回戦もまあ明日ということで、今回ドローの解説とかをちょっと取り忘れてしまったので、まあ、バルセロナオープンからスタートして全仏オープンまで、まあ、約7週間ほどあるんですね。全仏オープンの期間を合わせるとまあ8週間とかあるんですけど、まずはまあどういうスケジューリングで出ていくかっていうところをちょっとこの動画で話したいなと思うんですけども、まずバルセロナオープンがありまして、その翌週マドリードマスターズ戦があります。で、今これがまあギリギリシードになるかならないか、ちょっと瀬戸際みたいなところでランキングが動いていて、マドリードがまあうまくいけばその次の週がまあローマのマスターズになるんですけども、仮にまあマドリードで早く負けてしまった場合は、次の翌週がですねちょっと試合がないので、チャレンジャーの175という今年からできた新しいレベルの大会に出場予定にしています。まあなんでかっていうと、今回ですね、もともとマドリードもローマも1週間だけの大会だったのに対して、今回から2週間の大会に変わりました。ドローが大きくなって、そして予選の選手とかも増えるんですけども、その分まあ2週間にしようということで、2週間になった分早く負けてしまえば翌週が空くということで、一応チャレンジャーにもエントリーしております。175ということで、まあ、250のちょっと下ぐらいなんで、もちろん優勝すれば大きいですし、ほとんど2桁の選手ばっかが出場予定になっています。なので、今のところはバルセロナそしてマドリード、この間に一つチャレンジャー、そしてその次の週がローマ、そしてその次の週も、チャレンジャー175があります。それが終わってから次リヨンでローランゲルスに入りたいと思ってます。なので、まあ、全部仮にまあ出たとしたら7大会になっております。まあ、理想はですね、マドリードとローマをうまくやって2週目に残れば出なくて済むので、まあ、その予定が一番ベストですけども、こればっかりは結果次第なんで、どうなるかわからないので、一応保険としてエントリーをしています。一応エントリーしてるところはですね、イタリアのサルディーニ島ってありますかね、確かの大会が一つあります。で、これが僕ちょっと行ったことない場所だったんで、コーチと話して僕行ったことないからそこに行くって言って、一応エントリーはそこにして、ローマの次の翌週はですね、もうそこから全部フランスなんで、もうボルドーにして、ボルドーで行われる175、そのままリヨン、そしてパリスに流れていこうかなと思っています。これがですね、今回の僕の遠征の流れになっていて、まあ、僕のことを結構ね、追ってくれてる方は、まあ、僕があまりクレーコートで結果を出してないことをご存知だとは思うんですけども、比較的調子は悪くないと思います。まあ今、クリスコーチと一緒にやっていて、まあ彼がもともとずっとクレーコート出身なので、結構僕がわからないようなところとかを、この場所からこうやって打ったボールに対して、こういうボールが来たら僕は結構苦しくなると思うよ、みたいな。で、それについてどう?みたいな、結構こういう話をすごい今していて、まあ、そこで、うまく調整していければいいなと思っています。まあ彼のイメージ的には絶対お前はクレーコートできるよっていう話だったので、そのもちろんできなくはないんですけど、多分その自信がないっていうだけなので、そこさえうまくクリアできればしっかりと結果はついてくるかなと思います。去年はですね、僕がほとんどクレーコートシーズン勝ってないので、なんなら今年クレーコートで勝てばランキング上がるチャンスということで、まあ、今回はですね、しっかりとこのチャンスをものにしてランキングを上げていきたいなと思います。全仏オープンのですね、シード権もやっぱかかってくるので、そこはちょっとあと4週5週ぐらいはしっかりといい結果を出して20位台とかに食い込んでいければ最高かなと思っています。ということでですね、まあ、今回は長く行われるクレーコートシーズンの意気込みをちょっと語ったんですけども、そんなすぐうまくいくかどうかわからないんですけど、自信を持って今回の長いクレーコートシーズンを頑張り、まあ、うまくね、どっかで予定を空けれれば空けて休息を取って全仏オープンに流れていきたいなというふうに思っているので、もちろん最高は全仏オープンで結果を出すこと、その次にはマスターズで結果を出していくことっていうのをまず目標に、この7週間頑張っていきたいなと思っているので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。今回のクレーはですね、ダニエル太郎選手や綿貫選手や、そして予選にはですね、多分望月慎太郎選手とかも出てくると思います。クレーコートシーズンは結構ね、日本人選手も見れると思うので、ぜひそちらも皆さん追ってみてください。ということで、皆さん今回の動画が良かったと思う方、そして頑張れって思う方は、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、ありがとうございました。ペチドチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そしてズームを通じて試合後の、感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。